はい、それでは柔らか頭軸やっていきましょう。本日は前回言った通りテストですね。まだ一回もやっていませんでした。5つのジャンルで頭の柔らかさを測りましょう。分析、順番にやるか、わしか、オッケー。素早くいくよ。一番重いのはどれ、こっちゃ。最初はね、これ分かりやすいから素早くいかないしね。ここだ、ここだ、ここだ。とりあえず一番下にあるやつがあれば、それが一番重い。これだ。単独で一個だけ下っていうパターンは多分重い。いや、待て。いいのか？合ってるな。よし。あー、青色。え、嘘。なんで？青色じゃないの今の。青でいいのかよ。パッと計算できないぜ。これは亀でいいのか？亀でいいのか？いや、違う。こっちは。え？うっそー。俺の計算力が。これ、よし。はここか、よし。はカタツムリ違うんかい。うそ、ああ、間違えた。今のは選択をミスったんです。うわー、どんどん下がっていく。待ってくれよ。俺の実力はこんなもんじゃないんです。分析。フラッシュ記憶か。だから、どちらかというと、やっぱり、これもミスをした時の方が痛いような感じもするね。てか、これ見えてるうちにやってもいいんだな。あ、素早くいくよ。ボタン操作だと結構大変だな。481だね。481。焦らない。ポケモン17%。ポケモン17%。151といえばポケモンだよな。60、80、94。60、え ?60 じゃないの？くそ。211119。21。くそ、操作ミスだもん。あ、もう後半覚えてね。なんだった？え ?0 だったっけ ?9 だったっけな。くっそ、操作ミス2回あったか？これも悔しいな。もうちょっと頑張れたな。レールつなぎ行こうか。これは直進。焦らず、でも確実に。ボタン操作をミスるのだけは、なしに行こうぜ。ニュー。まだ初級だね。こう。こう。よし。操作が悪いなよ。よし。うまくいったとき、思わずよしと言ってしまうのがこのゲームの面白さ。よし。よし。こうか。こうか。よしよし。何がムーンや、何がムーンなんだ。こうか。こうだね。よいしょ。ブーン。何がブーンや。オッケー。700いきたいな。いいかな。うん。いやでもこれまでのやつに比べれば、だいぶ頑張ったぞ。直感、暗闇動物。俺の一番得意なやつじゃないか。本当なのかな。ただ考えてないだけなんだけど。考えていないけど、パパッとやってしまう。まあ、どうせ失敗しても数こなしゃいいだろうみたいな、これに関してはな、思うところがあるから。あ？あれ？ああ、2匹か。2匹で一番多いとか言われてもな、困りますわ。喋ってる余裕がないぜ。中級、これで3匹以上になるかな？パッと見た時の色の多さで大体判断する。でもこれ、アリと蝶を同時に出すのはほんとやめてほしい。これアリだろ、さすがに。よし。アリか蝶かアリだった。もうだから。ああ、これ8。アリと蝶を同時に出すのは犯罪ですから。嫌がらせプレイングに戻るぜ。えあ？あ？こっちいいのか？待ってた。
うーな、この中、微妙なやつを出しやがって。合ってた。オッケー。レベルアップしたか。これは最後、アリだったかな。アリと蝶々はね、体が黒色だし、虫だし、見た目がすごい似てるからすごい難しい。うえー、そして俺の一番苦手なトリ合わせが来た。いや、逆に得意なのと苦手なので合わせてちょうどいいってわけだな。受けてた通りじゃないか。冷静にね。一個一個ミスしないで頑張っていこう。6時にして。もう、そっちの方が俺苦手なんだけど。1時間進めて。8時。よし。2時間戻して。よし。10分進める。よし。当てるな。3時間30分。3時間30分。戻すだから。1、2、3時間30分。オッケー。2時間。1、2。冷静だよ。いいよ。うまくできてるよ。これは、3時間55分。進めるだから、1、2、3時間55分。オッケー。4時間5分。1、2、3、4時間5分。オッケー。4時間25分戻す。1時間、2時間、3時間、4時間、25分。オッケー。220分進める。1、2時間40分。あー、クソ、最後押せなかった。いやー。いや、でも、時計は、これまでの中で言えば、まだまだ、マシな方ではあったと思うが、どうだろう。柔らか度で表します。柔らか度の数字が大きいほど、すごいのです。ちなみに、私は柔らか度3300くらい。すげえ高く見えたんだけど、どうだい？ストレッチをしていない一般の方は1500くらい。私、結構すごいのです。はい、ということで、結果を見てみましょう。どうだい？ドゥーン、ドゥーン、ドゥーン、ドゥーン。くぅくそー、この博士に普通に負けた。あと600ぐらい足りねえのか。5個だから、5個で3300ってことは、平均660以上あんの？高くない？それは確かに。それでは、頭段位を発表します。ギュー、ボン。余談。高いのか低いのか分からんけど。でもこの博士に負けたのはちょっと悔しいな。こちらがあなたの、今のあなたの頭段位です。ここからがスタートです。一緒に高みを目指しましょう。では、テスト結果を詳しく見てみましょう。シュワー。あー、でも600、700いくと結構高く見れるんだな。だから記憶と分析。ここでのミスが非常に痛かったですね。分析400いってなかったのはちょっとまずかったですね。うん。一番良かったジャンルは直感。ここぞという時、勘は頼りになるものです。いつも直感だけで生きてるからな。分析に伸びしろがありますね。ここが揉みほぐしどころ。あとは、もっと素早く正解できたらさらに柔らかとはアップするはず。分かってんだよ、そんなことは。でもな、失敗の方が痛いんだよ。そこをもう少し、ね、なんか柔軟に取り入れてほしいですよね。でも、失敗すると、それだけ柔らかとは伸びませんですから、まずは慎重に行くのもいいですよね。わかります、その気持ちぐらいは言ってほしいんだけどな。最後に、今のあなたはかなりの柔らか頭。そうなの？ストレッチもテストもコツをつかめばさらに伸びるはずですよ。それでは、柔らか度をもとに頭タイプを発表します。頭タイプとはな。直感型ってこと？今回の頭タイプはこちら。でん。直感近くタイプ。そのままじゃねえか。これ全体が高いと、バランス型とか、脳のオールラウンダーみたいなそういうかっこいい称号がついたりするのかな。まあ、ちょっと普通だったな。テストをした。3段を超えた。3段を超えるともらえるのか。5段を超えるとまたもらえたりするかな。奇数段ずつ上がっていくのがいいみたいな感じかな。ヒゲ鼻メガネ。ヒゲ鼻メガネ。猫耳。トレンチコート。わけがわからん。でもこれも多分、あれだね。ストレッチをやって、よし、じゃあ今日はまたテストをやるか、みたいな感じでいつでも更新できると思うので。そうだね。ストレッチをやっては、思い出したかのようにテストをやるみたいな感じで今後進めていきましょう。まあ、これで一通りやったからね。柔らか頭軸。今回はここまでですというのもありなんだけど。やっぱ、高めを目指したいじゃない？それに、なんか、1日10分くらいで、ほわーんとできるいいゲームだと思うので、これからもちょくちょく続けていこうかなと思いますので、今後ともぜひよろしくお願いします。そして気になった方はぜひ、この、柔らか頭軸。一緒に頭のストレッチだったっけ？名前覚えてね。とりあえずこの Nintendo Switch の柔らか頭軸を購入して、ストレッチを遊んだりして、ね、ゴーストバトルに参加してきてくれると嬉しいです。またどこかで出会えるかもしれませんからね。
といった感じでしょうかね。とりあえず今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。